こんにちは。今回ね、感謝、ナチュラル、宅建士、つまりミニオンくんからですね、コメントをいただきまして、関西ではとんかつは YKY かな、 KYK かなって書いてますけども、すいません KYK の意味ちょっと私わからなくて、ちょっと頭古いですね、隠居してますんでね、これちょっとねわかんないんですよ。で、とんかつ和光も好きです。あ、美味しいですよね、和光さんね。で、とんかつで衣と肉が離れてバラバラになっているときは残念です。油を切ってないギトギトも、そういうとこは安くてもまずいので奥さんが嫌がりますということですね。私もね、あまり味にはうるさくないんですけども、というよりも普段からね、結構こう食にはコストをかけてるんで、いいところに行かしてもらってるんですよ。だからこれはまずいなって感じることあんまりないですね。で、とんかつもなんかこうしょうもないのはちょっとね、今のところ当たらないですね。ただね、スーパーに行って美味しいなって感じることもまた事実なんですよ。やっぱり最近のね、スーパーはね、丁寧に作って、競争が激しいからもしれませんけども、商品作りが丁寧だなと思って安心して買い物ができますね。で、私サラリーマンの時にスーパーいたんですけども、いや結構ひどかったですからね。賞味期限切れのをね、リパックって言ってね、巻き直して日付を変えて出すみたいなね、今では本当許されないですよね。で、田舎のスーパーに行ったら賞味期限切れのパンとかを 50% 引きでね、さらに売ってるみたいなところもありましたよねいや面白いですね。それからね、瀬戸博さん、ブラックでも口座は作れますが5万の建て替えはできませんと書いてますね。これなんだろう、なんかみんなの銀行かなこれ。はい、ありがとうございます。そういったのもあるんですね。で、ミニオンさんから、ヤマト君100点って書いてます。ありがとうございます。その他ね、セルシオね、サムネイルのスペル間違ってるの、草乗る資格ないんじゃねって書いてますけども、お金があったらセルシオは乗る資格十分ありますんで心配しなくても大丈夫です。あと、私がセルシオのね、先頭の文字を S にしてるのにはきちんと訳があるんですよね、これ。すいません、多分ね、初めての方がご覧になったと思うんでね、申し上げますけども、このセルシオの S の字っていうのはもう SEO 対策です。まさにセルシオの先頭の C の字で書くセルシオっていうのは、これ他の方も使ってますよね。でも検索にはね、タイプミスっていうのもあるんですよ。例えばカタカナでセルシオって打った時に、多分先頭の文字って S になってると思うんですよね。その間違い検索の時に私のだけが拾われるようになっていたんですよ、昔はね。今は分かんないですけどもね、今は検索の精度が上がったんでどっちでもいいのかもしれませんけどね。そして私がメールアドレスを Gmail で取る時に、C で始まるセルシオ、これね、もうすでに埋まってたんですよ。で、試しに S で始まるセルシオにしてみたら、そのメールアドレスが取れたんで、いまだにそれを使ってます。他のメールアドレスは使ったことがありません。ということで、私のセルシオっていうのは S で始まるようにしてるんですよね。ただ、もう最近はそれじゃあね、なんだこれやってツッコミもいいんで、C で書くことが増えてきたっていうだけでございます。で、あとね、ちょっとね、これはシークレットなんで、ここで、ここだけの話ですけども、セルシオ愛好会っていうのがあってね、これホームページも何もないんで、LINE グループがあるだけなんですけどね、全国 LINE グループが。セルシオの先頭はそこではね、S で統一してますね。だから同じようなことを考える人が他にもいるんだなっていうところでございます。で、このコメントを書いてね、私のことをバカにしたかったんでしょうけども、きちんと20にも30にも訳がありますんで、お気持ちはわかりますけども、まあ、私はね、自分の人生が自分に気に入るように生きていけばもう十分なんで、こういうふうなコメント書く人にまで忖度はできないんです。すいません。で、あと種明かしをしましたけども、このセルシオの先頭 S でやると、こういうふうにね、普段縁がない方が今回みたいに来てくれるんですよね。だから多分このセルシオの S 表記っていうのはこれからもやめないと思いますし、なんせ私のメールアドレスは S で始まる SELSIOR セルシオですからね、@gmail.com、 この7文字のセルシオ、これはね変えられないですね。ということなんで、十分 S で始まるセルシオ有効に使わせてもらってます。本当にね、期待外れで申し訳ないですけどもちゃんと考えがあってやったんですよね。はい、では失礼します。ありがとうございました。